ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。ついに準々決勝始まりました。負けたら終わりという戦いだからね、後がないということで、うん、まあ相当な緊張感もあるだろうし、うん、プロで一番慣れてないのはやっぱこう一発勝負っていうところが慣れてないから、そうですね、まあ、相当な緊張感があると思うよね、うん、それでまずイタリアがどんなチームかっていうと、はい、やっぱコツコツ当ててくるバッターが多くて、はい、まあ、あの予選でも39安打中20本がセンター返しというね、うん、コンパクトにどん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 センターに、まあ、基本通りに打ってくるというようなバッターが多くて、うん、まあ、その中でロペス、はい、2番を打ってるね、はい、4番のサリバン、うん、でフレッシャー9番ので、9番のフレッシャーというのは大谷の同僚ということでね、うん、この3人がマークかなっていうふうな、まあ、感じがするんだよね。フレッチャーですね。フレッチャーね、はい、はい、そういう選手たち、まあ、今3人言ったけども、はい、その選手たちが、少しマークかなというような感じ、ね、うん、はい、で、まあ、結果的には、まあ、勝つわけだけども、はい、スコアではね、うん、こう大差というか結構点差開きましたけれども、でもアメリカ行くことが決定と、マイアミね、はい、ベスト4進出、うん、ね、ヌートバーが言ってました、ね、飛行機でもう今日勝って、あの移動の飛行機の中でパーティーだみたいなね、うん、まあ楽しく移動できるよね、うん、はい、まあそういう風になりましたけども、はい、だけどその2回、まあ、ちょっとイタリアの方からちょっと先に説明しておくけども、うん、やっぱりね、ロペスに対してチャンスが回ってくるんだよね、はい、下位打線からチャンスを作られて、うん、でこの時にロペスに対して大谷が初めてカーブを投げたんだよ、はい、それがデッドボールになったんだけど、うん、まあ、それでピンチを広げて3番のバッターに、まあ、ライトに、タイムリーを打たれるという、うん、まあ、4点取って2点取られてっていう、ああこれやっぱり 準々決勝やなっていうようなね、まあ、そういう戦いになったんだけども、はい、まあ、その後3点2点と取って、はい、まあ、押し切ったという、はい、で先発は大谷投手だったということですね。まあそうだね、はいはい、ということでまずオーダーをねちょっと見ていきましょう。はい、まあこうなりました。ちょっとね、話が前後してしまうんですが、はいはい、まず今日のオーダーが、オーダーがやっぱりって言ったら変だけど、4番に吉田を持ってきた。そうですね、変わったところというと、うん、吉田と村上が入れ替わったという感じですかね。そうそう、まあ、それと源田を使ってきたね、はい、やっぱもうあと3試合、うん、やっぱミスの破綻、守備の破綻、うん、まあ、そういったものをこう避けるというか、まあ、中野も頑張ってたんだけども、うん、はい、より安定してる源田を使ってきたというね。これね、手の小指を骨折しているということでね、そう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 、心配されますけれども、まあ取るのはね、うん、大丈夫だろうけど、はい、やっぱこう腕を振ると痛いわね、うん、絶対骨折してる箇所っていうかなり固定してるように見えましたけどね、まあ、もね、うん、まあこういう打線を組みました、はい、ね、ということで今日は3番はピッチャー大谷選手、はい、ということですね。そうだね、はい、まあ、吉田が1つ上がって村上が1つ下がるというね、はい、そして、ね、セカンドが牧選手ですね、はいはい、そうね、はい、はい、ということで、うん、始まりましたけども、はい、まあまあやっぱ重い雰囲気にはなるわね。いやー、なんか緊張感がさらに増した感じでしたね、うん、やっぱ負けたら終わりということでさ、うん、それはもう緊張感は高まるんだけどもさ、うん、はい、まあ、大谷が先発ということでね、はい、見ていきましょう。ということで今日は投手は5人ですね、はい、そうだね、はい、はい、まあ、大谷、うん、まずはもう気迫、もうとにかくね、うん、初球から声が出てたよ。いやもう全球の声が、そうそうそう、聞こえてましたよね。そうだね、だからもう初球から1球たりとも抜かないというね、うん、そういうピッチングを見せてくれて、まあ、確かにその最後は疲れたと思うよ、うん、全部で71球投げたのかな、はい、普通の71球とは違ってさ、やっぱプレッシャーもありで、まあシーズン前じゃない、うん、だから試合で投げ込んでないからやっぱバテも早いよね、うん、それとやっぱこう1球目から気迫を持って投げてる。でも本当にまあ、2点は取られたけどもよく投げてくれたなっていうふうに思うね。はい、165キロも164キロが4キロですか、マックスがね、はい、うん、でもものすごくなんていうのかな、こう背中で引っ張るというね、エースがね、はい、うん、そういうところを
見せてくれたね。はい。で伊藤はあの大谷のピンチで、うん、マウンドに登ったんだけども、はい、やっぱ硬かったけども、うん、やっぱ自分を信じれる度胸があったかな。うん、で最後やっぱちょっとピンチになったんだけども、はい、フルカウントで、うん、だけども自分のねまっすぐを信じて、うん、投げ込んだというね、はい、まあそういうところが印象的だったよね伊藤はね。はい、はい、で今永、うん、もう柔軟、もうとにかくねしなやかだわ、うん、もうあのゆったりしたフォームからマックス154キロぐらいまで投げたかな、うん、あだからああいうこうゆっくりしたフォームから放たれて154キロってなかなかやっぱり打てないと思うよね。うん、だから非常に安定してるし、うん、これからあと2試合だけどもやっぱポイントとしては今永が中継ぎでは握ってるかなっていうような感じがするよね。うん、すごくね、あの、はい、ここに来ても調子はキープしてるね、もしくは上ってる感じですか。うんうん、でダルビッシュ、はい、ね、三角期待、はい、まあ、ホームラン打たれた、うん、打たれた瞬間にあーってもう当たった瞬間に言ってたけど、まあやっぱあのぐらいのピッチャーになると分かるんだね。うん、まあそれとやっぱダルビッシュは実戦登板がやっぱこうできなかったということね、なかなかね。それとまあチームの事情を言えば、はい、あのパドレスの開幕投手候補のピッチャーが足を骨折したんだよね、うんうん、トレーニング中に、はい、でダルビッシュが開幕投手になったんじゃないかということで、前倒しをしてやっぱ投げなきゃいけないというような、なるほど、やっぱ調整も難しかったと思うんだよ。うん、ただし宮崎からね一緒に合宿に参加してくれて、うん、この若手たちがね、ダルビッシュの影響を受けて良くなったっていうのはすごくあると思うんだよね。うん、それを考えるとやっぱちょっとホームランを打たれたけどもやっぱダルビッシュの存在感とか、うん、まあ、今シーズンへの期待だよね。うん、まあ球数2イニング投げたんだけどもその後またブルペンに入って投げ込みをしてたけどもね、うん、そうでしたね。まあだから非常にあの大変な中ね、うん、よくマウンドに上がってくれたし、うん、まあ、日本のファンにね、まあ、あの今シーズンはもう日本で見ることはできないわけだから、はい、その勇姿を見せてくれただけでもなんかありがたいなっていうふうに思ったね。うん、うん、もうね、あの名前がコールされてからも球場の雰囲気もまた全然変わりましたよ ね、 ね、やっぱでも投げてる姿っていいな、ダルビッシュのね。うん、うん、ね、はい、はい、で大勢、はい、内角って書いてるんだけどもさ最初連打されたんだよ ね、 そ、 うですね、それはね外のボールなんだよね、うんうん、変化球と外のボール、やっぱね外国人って手が長いしその上バット持ってるから手が伸びるところってすごく強いんだよね。うん、でその後かあの中村がインサイドをこう使い出したの、押したら完璧になったよね。うん、だからやっぱこう今は大勢が抑えだろうからベスト4、アメリカ行った時には、うん、やっぱインサイドっていうことを意識して投げてほしいなと思って、やっぱ大勢のインサイドはなかなかさばけないわ。あれこれインサイド来るなと思っていても難しい、うん、いや難しいと思うよ、うん、やっぱ球威もあるし、うん、あの右バッター特にシュートして切れ込んでくるからね、うん、だから非常に難しいと思うから、うん、だからまあ硬かったっていうこともあるし、うん、まあでも今日で内角をどう使えばいいかっていうのは多分掴んだと思うんだよね。はい、うん、だからまあ内角さえ投げとけば体勢は大丈夫、はい、ね、ということでじゃあ投手陣はまあおおむねこう大丈夫、心配はないかなというところですか。はい、はい、で豊のピックアップ、はい、今日は赤文字がありません、はい、うん、まあもうねなんていうのかな、勝てばいいから、うんうん、勝てばいい、内容もちろん大事ですが、そうそうそう、まあ、もう勝てばいい、勝つことが重要ですね、大前提だから。はい、でまあその準決勝前に豊のミーティングで、うん、それはやるけど、うん、気をつけなきゃいけないこととかねやるけど、もうこのね今までの試合を踏まえての課題だったり、そう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 、ポイントをまたね、はい、まとめますが、まとめますが、はい、今日は、ね、この試合に関しての、うん、良かったポイントですか。はい、大谷の奇襲攻撃、はい、何でしょうか。
これは全国の野球を見てた人が全世界のですね、まあそうだね大谷があそこでセーフティーバントやるとは思ってないよね。いやーびっくりしました、うん、だけどやっぱ勝つためにはどうすればいいか、やっぱ奇襲をかける、まあ、味方も敵も騙すというね、うんうん、そこで動揺を誘ってエラーが生まれたという、うん、ワンヒットワンエラーがね、うん、だからそういう意味ではすごくいい攻撃だったし、やっぱ勝つために大谷は世界一になるために手段を選んでないということで、うん、で自分のプライドもやっぱ負けることによって傷つくという、うん、自分が打てないとかそんなことよりも日本が負けることがやっぱプライドが失われるということだから、うん、だからそういったこう精神で多分セーフティーバントをしてくれたと思うんだよね。だからこれをきっかけにあのチャンスが広がり岡本のスリーランにつながったという、はい、なんかもうその前までがちょっとこう、うん、何か一つ足りないというか、まあそうだね、なんか噛み合わないというか、うん、あのフォアボールもさそれまでにもらっててチャンスはあったんだけどさ、うんね、なかなかこうものにできなかったんでね、うん、まあ初回からチャンスもあり、うん、まあ、2回にもチャンスがあったと。でもあんまりチャンスを潰していくとさやっぱ相手が流れ向こうに行くから ね、 そうですよね、うん、だからそういう意味では非常にいい攻撃だったなということ、うんうん、それと岡本のスリーラン、はい、これはやっぱり技術が詰まってたね、うん、あの遅いボールが外から入ってくるとさやっぱこう手首が返ってゴロになるケースがあるんだけども、あれをね スイングのスピードを緩めてバットに乗せて運んでるんだよね、こうやって。だから非常に技術の高いホームランが打てたなというね、やっぱパワーあるね。ねえ、あれだけこうスローみたいに振っててもあそこまで飛ばす力があるんだもん、うん、だからそこはやっぱこう技術だなっていうふうに思ったし、はい、やっぱさすがあのチームで4番打ってるだけのね、うん、岡本だなっていうふうに思った。村上岡本のタイムリー、はい、ね、これはね逆方向に2人とも打ってるんだよ、うん、で村上は左中間、うん、岡本は右中間、うん、それも初球なんだよ、はい、でもやっと村上が初球から振れた、うん、ね、だからああいう風に振っていけばさ、自分を信じて振っていけばさそういう結果になるということね、うん、で岡本もスリーラン引っ張って打ってるからやっぱ外に来るだろうというようなことで、タイムリーね右へ、村上がまっすぐ岡本がスライダー、うん、これは村上がまっすぐ打ってるから岡本はスライダーを反対方向に狙った節があるんだよね。まっすぐまっすぐではやっぱ来ないと思って、村上にもまっすぐ、はい、岡本にもまっすぐっていうことはなかっただろうと思うから、うん、こう読みもバッチリになってきてるよね、うん、はい、これは打順が変わったっていうことも影響しますか？打順が変わったというよりも俺常々言ってるんだけど大谷から離れたということだよね、うんうん、なるほど。それが一番のいい結果を呼んだかなって、うん、それとやっぱこう2試合連続ヒット、うん、まあ、そんないい当たりではないけど、うん、こうちょっと上がってきてるよっていう話はしたと思うんだけど、はい、やっぱここに来て打ってくれたね、うん、やっぱこれからはやっぱこう村上の力っていうのがさ絶対いるわけだから、そうですね、やっと上がってきてくれたなっていうような、うん、まあそんな一撃で次の打席もね、反対方向に打ってるんだよね、うん、だからやっぱりいかに反対方向に打つことの方が大事かということだよね、うん、やっぱ強引にいかない、これからはね、うん、よりいいピッチャーが出てくるわけだから、はい、だからこの2人が、まあ、頼もしくなってきたなという、うん、で今日4番に入った吉田、はい、ね、ソロホームランを打ってくれたというね、うん、はい、まあ、見事なあのホームランを打ってくれたんだけども、はい、やっぱどこ打たしてもやっぱ自分の形は変えないし気持ちがぶれないね、うんうん、だからまあ本当に頼もしいなっていうふうに見えたけど、うん、それと源田のタイムリー、はい、チャンスでランナーサードでね村上を置いて1球目セーフティースクイーズやるんだよね、セーフティースクイーズをね、うんうん、だけどそれが決まらず、うん、もう強行に変えていったんだけどもさ、タイムリーを打ってくれたライトに、うん、ね、感動したね、うん、ね、やっぱこう出れない悔しさ、うん、怪我をした悔しさ、うん、いろんなものが詰まってたと思うんだけどもさ、はい、
でその前の打席も自分本来のバッティングができてなかったんだよね、うん、だけどそこはもう最後の打席歯を食いしばってねライトにタイムリーを打ってくれたっていうのはすごくまあ涙が出るぐらい嬉しかったなと思って、うんうん、だから良かったなと思って。そうですね、うん、やっぱね守備においてこうあ問題ないのかなってじゃあバッティングはどうなんだろうっていうところもあったと思うんですけど、うんうん、もうこれでね、まあ、そうだね、ちょっと一安心できることっていうことでしょうかね、うん、まあ良かったなっていうね、うんうんうん、まあ悪化しなければいいけどね。そうですよね、そこですよね。そうだね、うんうん、まあでもやっぱ今日でもねまあ赤印で書いてないけども、うん、下位打線まあ下位がやっぱバッティングがねちょっとそうですよ、ねうん、だから大事なところに来たら代打がいるなっていうようなことも感じだし、やっぱ源田にはツーアウト取られても例えばバントで送らしておくとか、まあ、そういうことも大切かなっていうふうに思ったよね。うん、本当は下位打線そこら辺から上位に回したら得点パターンになってくるんだけどさ、うん、なかなかそういうところができなくなってくるかなっていうのと、うん、今日一つだけサイン間違いがあったんだよね。はい、岡本が単独スチールしちゃったんだよ。 ありましたね。あったよね、はい、だからあれはやっぱりサインの徹底をもう一度しとかないと大事なランナーだけにね、うん、これからは済まされないと思うよね。準々決勝、あ準決勝行くとね、はい、はい、だからまあそこら辺は気をつけてほしいと、うん、なんかこう珍しいケースだなと思って、まあそうだね、どうしたんだろうってちょっと思いました ね、 そうだね、うん、まあ岡本の単独スチールっていうのはほぼないけどね、はい、ないけど、なんかの、まあ、見逃したか、うん、間違えたか、うんまあ、バッターが見逃したか、うん岡本が間違えたか、はたまたサードコーチャーが出し間違えてるのか、うんまあ、そこら辺はね、間違いがないようにね、慎重にやってほしいと思います。はい、はい、さあ、いよいよ準決勝、うんね、対戦相手はメキシコとプエルトリコの勝者という、はいね、これはどんなチームというかどういう試合が予想されますかね。いやメキシコはやっぱりメジャーリーガーもたくさんいるしさ、うん、アメリカの上だからね、すぐそばですよね、トップ通貨だからね、お隣ですからね。そうそうそう、うん、でプエルトリコも非常にまとまったいいチームだし、うんまあ、どっちが勝ってくるかわからない、またおそらくメキシコが来るんじゃないかと思うんだけど豊かな予想はメキシコ、予想はねメキシコなんだけども、はい、だけどこれはもうこれからねもう準決勝決勝ってなったらもう力は総壁で、もう本当に相手の方がパワーはある、ただ日本の方は細かいことは絶対できるよみたいな、まあ、そういう戦いになってくると思うのでね、まあでもアメリカね時差ボケとか、ね、そういう戦いもあるし、ま、移動もあってね、移動もある、だから大変だよ、大変ですね。ただ移動するときはヌートバー中心に飛行機の中でパーティーしてもう本当にストレス発散しておいてほしい、リラックスしてね、うん、もう本当にリラックスしてね、そういうねこう交流っていうのはね、うん、チームの輪を深めますからね。そう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 、それはまたいいことですね。そうだね、うん、だからまあそういうふうに楽しんでね、一旦プレッシャーを解放しといてね、うん、まあ楽しんでほしいと思います。はい、ね、まあ移動してまた戦うっていうのは大変だけども、うん、日本のみんながね、うん優勝を望んでるし、はいねまあ、信じてるから、うんね、頑張ってください。いよいよアメリカへ。はい、はい